だがそれゆえに難しいミラーマッチ、生き残るのはどちらか。今回はシューキーユーレベル6のリュウにリュウで挑みます。リュウはせっかくだからモダン操作も試してみたいですね。私もワンボタン昇竜やりたいです。今回の合成音声キャラクターは声色インクよりリコちゃんです。前回のナコちゃん同様に声の配布だけでなく、キャラクターたちへ素材も配布してくれています。控えめに言って神です。ただ声色インクを YMM 上で動かして編集しようとするとめちゃくちゃカクカクします。プラグインにプラグインを挿している状態だからかなのか、動作が不安になるレベルでカクつきます。純粋にマシンパワーのせいかもしれませんが、私の動画ではしばらくナコレコはお休み予定ですので、ナコレコちゃんかわいいと思った方はチャンネル概要欄に声色インクのホームページリンクを貼っておきますので、ぜひ見に行ってくださいね。なんで言ってたら謎の即答フィニッシュしてました。ガードされてたのに入れ込むザコは私です。クリマクドライブラッシュはもしかしたらカンニングとして機能する。入れ込み波動拳と相打ちでだいぶ早く接敵できてますね。中足、ドライブラッシュなどゲージがあったら攻めを継続できるのは面白いですよね。プレイする側としても見てる側としても試合に緩急が生まれるのは盛り上がると思います。即答、連陣連機の一連の流れがフックし、現地波動結構減りますよね。体力差ある。しかしどうにでもなる状況。投げが決まった。CP 由来手でも私は勝利を打つ。勝ちたい。次はどんな試合展開になるのか。開幕波動的なるのか。投げを使ってガードを崩す。集中。ここからどう動く。ここは投げの選択肢。うまく踏み込んでいく。 CPU に落とされたらどうないし60のよ。これ一気に壁までもつれ込んだ。おかしてからのこいつ平然と柔道してきやがって。スーパーアーツを使っていくわ。仕切り直す。しっかりと距離を取って、ここでドライブラッシュ前に出た。体力差はある。ここは飛び道具で牽制。天高くま私のドライブ昇竜拳すいませんでした。壁のプレッシャーを攻めのドライブ庫足から中足がつながらない。たくさんフルクに比べると竜は少しもっさりしている感があるのですが、ドライブ庫足から中高でつながるので奇襲は競争です。いきなり仕掛けた。どちらかが仕掛けていくのか。この前捨てでのライン投げがドライブダッシュにすべきですよね。意識しないと。ドライブゲージに頼らなかった前のラウンド、ここからどのように動いてくるか。私のインパクト平然と飛んで避けるのはやめてください。そういえば置き攻めインパクトはどうなのでしょうか。昇竜を耐えるのですかね。夏のコパコパ速度、テンパりすぎ。ファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。やる気満々の回復。欲望のダイゴス炸裂。風速のダイゴスはガードされても有利が取れるので、もしかしたら欲望でなくて理性的な行動なのかもしれません。インパクトは受け止めた。インパクトを使って、インパクトヒット時のコンボもしっかり練習しないといけませんね。それにしてもパニッシュカウンターのダメージが重い。良いぞ。カウンターが重いのは上級者の意思に食いることもできる。呼吸サーシステムだ。どうかこのままでいてほしいです。技の硬直によって左右されることもあると思うので、パニッシュカウンターとなるフレームを減らしました。ぐらいの強制はいくつか出てきそう。再生を選択。次はどんな展開となるか。波動拳の後ろの攻撃判定、めちゃくちゃ持続長くないと思いました。スト5は起き上がり関連に一悶着あったゲームなので、意図的に重ねやすくしてくれているのかもしれませんね。重ねやすいという事実に実況のゼクー使いの人は震えてほしい。スト5はそこまで重ねにくいのはなんでという感じもしましたが、このインパクトは返せそうでしたね。頭に入れておかないと本当に反応できない。インパクトの発生フレームが今後の調整ポイントの一つになりそう。早すぎる。経験する人が多数なら遅くなるでしょうし、ゲージ消費量が少ないという人も出てくるでしょうし、共通システムの調整はどのゲームも大切ですよね。この攻撃を活かせるか。ラウンド2ファイト。
やる気満々の開幕たまっ。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。さあ今度はきっちり。プレイヤー1、先手を取ったユイを生かせるか。ダウンからプレイヤー1、ゲージユリ、このチャンスを生かせるか。ダイボスからコンボができないザコは私です。すいませんでした。練習させていただきます。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。コアコパ昇竜がやりやすい、つまり KOF 勢もやりやすい。それがストシックス。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ここでドライブ波動。最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。当たらない、大きな隙を探すぞ。取り扱い注意、それがドライブインパクト。頭上がガラキ。どうなる、ドライブラッシュか。中足弾を使って相手を真空波動を回している。さあここから、おっと、ここで SA 発動。最後は画面バーの死、昇竜系。しっかりフィニッシュ。残り体力はちゃんと見えている。次はモダン竜にチャレンジしてみます。よければ次も見てくださいね。スト6を楽しんでいきましょう。それほどでもないゲーマーチャンネル。